ムーンサルトプレス、ムーンサルトプレス、ムーンソルトプレスは、プロレス技の一種である。日本名は、月面水爆。リング四方に存在する、コーナーポストによじ登り、リングのマットに対して、背中を向けた状態からジャンプし、バック転をしながら、リング上に横たわっている対戦相手めがけて、ボディプレスをかける。技を仕掛ける。 側の円弧を描くような動きが技の名称の由来となっている。技を仕掛ける側にもリスクを伴い着地をする際に両膝がマットに打ち付けられることや不安定なロープを踏み台にしてバック中を決める動作が人間の膝関節が本来持っている動きと反してしまうことなどから膝の半月板を損傷しやすいという問題点がある。1980年に ジョージ・タカノがテレビマッチにて初めて使用したが、その時はセカンドロープから仕掛けたものである。最初にトップロープから仕掛けたのは初代タイガーマスクとされる。しかしサヤマは膝を痛めるのを嫌い、バック転しながら繰り出す縦回転式は新日本、離脱直前の数試合で使用した以外はほとんど使わず、あえて旋回式にしたと話している。ムーンサルトプレスを プロレス界に広めた使い手として知られる、武藤敬司は、フロリダ修行時代、この技だけで食っていたと実感しているが、グレートムタのギミックで参戦していた、WCW 時代多用したため、武藤の膝は変形して、満足に歩けないまでに痛んでしまった。小橋健太も若手時代に多用したため、膝を痛めて、5度の手術を繰り返している。空中技の中では、 見栄えも良いことから使用者は多いが、使うレスラーによって技の見た目には個人差がある。多くのレスラーは大きな甲を描くように跳躍して体全体で上から叩きつける。この技にはムーンサルトプレスとラウンディングボディプレスの2つの名前が存在する。ラウンディングボディプレスは初代タイガーマスクが使っていた斜め回転式の技の名称である。 古竹一郎が実況で名付けたために、多くのプロレスマスコミは、ラウンディングボディプレスという名称で統一していたが、月刊ゴングだけは、ムーンサルトプレス、当初は、ムーンソルトプレスとう名称で表記し続けた。同志の記者、小林和友が命名した、この技名は浸透しなかった。数年後に、武藤刑二が縦回転式を使用するようになっても、プロレスマスコミの多くは、 ラウンディングボディプスとして呼び続けるが、ここでも、週刊ゴングだけは固くなに、ムーンサルトプレスという名前で使い続けた。決め手は同じく記者の小林が名付けた、月面水爆という和名のインパクトで、スポーツ品が使い始め、最終的に、ムーンサルトプレスという名前が浸透していったという。ちなみに、初代タイガーマスクが縦回転式のものを使用した際には、 実況アナウンサーの古立一郎が、ムーンライトコースターと叫んでいる。しかし古立は、初代タイガーマスクの全く別の技でも、ムーンライトコースターの技名を使ってしまっており、武藤が使用するまで縦回転式の正式な名称は、なかったと言える。後に、古立の後釜である、実況アナウンサーの辻吉成が、武藤の縦回転式のみを、ラウンディングボディプレスと呼称したため、 無党本人でさえも名称がいまいち定かではなくなっている。アメリカではムーンサルトプレスを広めたのは無党グレートムタであるため和製英語であるムーンサルトという技名がそのまま使われている。サブウーが開発したリバウンド式ムーンサルトプレス。リング内からリング外に向かって高くジャンプしてトップロープに尻餅をつき両ももを トップロープにバウンドさせて後方へバックテンムーサルトプレスを決める。サブルーはパイプ椅子や机をリング内に持ち込み、それを踏み台にして観光するなど多彩なバリエーションを持つ。技のプロセスに類似点が多いロブバンダムのハリウッドスタープレスとは元来区別されていたが、アラビアンプレスが直接トップロープに飛び座り込むのに対し、ハリウッドスタープレスはコーナー上へ立ってから座り込む。 最近は、両者が仕掛けるバリエーションの増加などの事情から、異名道義として扱われている。ロブ・バンダムが考案した、リバウンド式、ムーンサルトプレス。コーナー前で、リング内に背を向けて立ち、コーナーを登って、コーナー最上段に尻餅をつき、同時にトップロープに両ももをバウンドさせるようにして、後方へバック転しながら飛び、ムーンサルトプレスを観光する。ジョン・モリソンは、 横360度回転のアラビアンプレスをスターシップインという名称で使用している。ドラゴンキッドはジーザスという名前で使っている。金丸義信もよく使用する。本来はサブウーのアラビアンプレスとは似ているが違う技。アラビアンプレスが直接トップロープに飛び座り込むのに対しハリウッドスタープレスはコーナー上へ立ってから座り込むであった。 最近は両方とも同じ技として扱われる場合が多い。ジャパディータアサリが開発したひねりを加えた新進ムーンサルトプレスである。後方に270度、横に540から720度回転している。現在の主な使い手はジミーヤンがヤンタイムという名で使用しているほか、食いしん坊仮面が下記カンクーントルネードを用ったカンクーントルネードの名で使用。 ただし、元祖であるアサリを含め後方回転をほとんど行わずに飛ぶ使い手が多い。なお、前向きから飛ぶ一回半ひねりプレスもスカイツイスター、プレスと呼称していた。当時、アサリから高道の区が直接指導を受け使用していた。神風もレッスル夢ファクトリーに所属していた時代にすでに、神風トルネードを完成させている。神風の場合は、ヘビー級の体格でぶために、 見応えがある。ひねりを加えながら離陸し、その後は前方を1回転してのプレス。軽、縦450度、横180度回転。はやぶさの必殺技。初代タイガーが、タイガートルネードプレスの名で考案したが、試合で使用したことはない。こちらを、成長のムーンライトコースターであるとする説もある。重心サンダーライガーが、スターダストプレスの名で、 試合で初めて試みたが失敗に終わった、後日。離陸後すぐに180度ひねり、体を前に向けてからの450スプラッシュとするのが難易度的に低く、基本である、見た目的には振り返ってからの450スプラッシュ。イーブシコータがこの形のフェニックススプラッシュを得意としている。その後、ハヤブサがひねりを加えずに離陸し、 90度後方回転してから180度、ひねりと360度前方回転を同時に行う途中から日々が入るため体の向きを基準とする前後の回転方向が入れ替わるという難易度の高いフェニックススプラッシュを完成させているこのタイプの場合観客に何がどうなっているのかわからないと言われるほどの不思議な回転を見せるその後はこのタイプのフェニックススプラッシュを ドラゴンゲートの BB ハルクがハブサから直接指導を受け使用している。ムーンサルトプレスのようにコーナーポスト上段から後方1回宙返り2回ひねりの要領で体がために移行する技の手順はムーンサルトと同じだが心身で1回宙返りを行いながら2回ひねることから脚力と腕力に勢いが必要であり難易度が高い主な使い手にはウルティモドラゴン。 初代エベスさん、ゲン、菊太郎、海運トルネードの名称で使用やはやぶさなど、空中殺法が得意な選手が要することが多い。上記、スカイツイスタープレスと混同されることが多く、後方回転を行う成長版、行わないスカイツイスタープレスも含めてこの名称で故障されることが多い。ニンテンド6のプロレスゲーム、投ーンンでは、 ある方法でこの技を習得主ゲーム中で使用することができる。重心サンダーライガーが金本工事戦で一度だけ披露した技。当初は名称だけが先に伝わり、技の全貌が明らかでない時期があったため、幻の必殺技とも呼ばれた。リング外を向いたまま後ろ向きにジャンプし、体を左方向を180度ひねった後、270度前方、 回転しさらに180度左方向に切りもみ回転させてプレスする。もともとライガーが重心ライガーを名乗る前にすでにスターダストプレスを完成させていたが、プロレス誌の記者一人に新日本の道場内でしか見せたことがなかった。しかし、ライガーが披露するより前に他団体のハヤブサが同型の技を披露してしまったため、また違った形のスターダストプレスを編み出したという経緯がある。 金本との試合後に、ライガーは、僕の、スターダストプレスはこれでいいですと語り、はやぶさのフェニックススプラッシュと区別をつけた。ライガーが使用して、以来長らく使い手が現れなかったが、同じ新日本の後輩に当たる内藤哲也が、え得しここ一番の大技として使用する。もともとは、初代タイガーマスクが練習中に披露したが、当時は未完成で、 タイガーが一時引退したためそのまま未公開に終わった。タイガー曰くタイガートルネードプレスとでも名付けましょうとのこと。カオルが開発したムーンサルトプレスに180度ひねりを加え、先ン,ンの形で相手の上に背中から落下する技。ミラノコレクション AT が使用するアルマニッシュエクスチェンジはライオンサルトの形から同様にひねりを加えて相手の上に 背中から落ちる技である。なお、金本浩二が、ライガーのスターダストプレスは、不細工だ。俺の方が技にキレがあると発言し、バルキリースプラッシュと同型の技を一度だけ、使用している。エプロンサイドから場外にいる相手にする、ムーンサルト。エプロンから仕掛けるので、コーナーからではなくロープの反動で回転する。技名の由来は、メキシコアカプルコにある。 飛び込みのパフォーマンスが行われることでも知られる断崖の名前。また英語圏では開発者であるウルティモドラゴンの本名であるアサイを冠し、アサイムーンサルトの名称で呼ばれ、WWE をはじめとするプロレス団体でもアサイムーンサルトの呼称が多用されている。ルチャリブレではペチョコンペチョ、胸と胸とも呼ばれる。この技にさらに後方回転加え、 630度回転するものをジャック・エヴァンスがスタンティン101として使用した。WWE 席後の紫カミナリーオの場合、エプロンから場外へのムーンサルトも浅いムーンサルトと呼称されている。ラブ・ファドゥーラとも呼ばれる。ラ・ケブラーだとは逆にリング内にいる選手にセカンドロープを使い、ムーンサルトアタックを行う技である。クリス・ジェリコのライオンサルト、 ミラノコレクション AT のエンポリオアルマニッシュは、同じ要領で寝ている相手にプレスする技を使用する。丸富士聖堂は、コーナー付近のトップロープで反動をつけて、さらに直角方向にあるロープで2段階意識で反動する、ブファドーラ。ゲームでは、名称はトライアングルブファドーラとされているを一時、使用していた。ハヤブサは、試合中、この技を失敗、頸椎を損傷し一時は、 全身不遂になる重傷を負った。なお、名称の由来は、メキシコのバハカリフォルニア州の都市、エンセナーダにあるラブファドーラ岬から、ムーンサルトプレスにもう90度余計に回転を加え、ダブルフットスタンプで相手の腹部に落下する。福岡省が開発し、現在は、スコーピオや紫雷イオなどが使用している。イーブシコータのオリジナル、1回目のムーンサルトは、 コーナートップからのムーンサルトで、この技を相手が避けた時にその場飛びのムーンサルトを出しホールするという形を取る。一回目で着地した時には、無頭のラウンディングボディプレスと同型だがさらにその場で次を出すというところにポイントがある。その他の利用者にリコシェがいる。リコシェのオリジナル。通常のムーンサルトより1回転多く、 コーナートップから630度後方に回転してプレスするフォームなどは通常のムーンサルトと同一。ラケブラーダの形やケージ上からの630度回転であれば前日の通りジャック・エヴァンスが使っていたがコーナートップからリング内に向けて成功させたのはリコシェが初。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。